これはアップデートが行われてから数時間の出来事である。キヨキヨでございます。いやー、最近ね、皆さんアップデート楽しんでますか？はい、ということで、私全然ね、ちょっとまあその皆さんのね、例えばこうヘイストでこうハイブリッドしてみたとか、そういう話題に一切乗れてないキヨキヨでございます。いやー、さすがにね、今回ちょっとね、エメラルド44個ないんすよ。はい、ということで、ちょっと今日ね、できないんですよ。ということで、今日はタウンホール9のハイブリッドについてちょっと見ていきたいと思うんですけれども、いつもと変わらない日常、そんなある日、事件は起こった。どうもどうもどうも、皆さんこんにちは、キヨキヨでーす。皆さんやっと来ましたよ、この皆さんが待ち望んでいたこの瞬間。はい、皆さんもうちょっとアップデートから2日ぐらい経ってますけどね、もう私ね、我慢してたんです。今回我慢してたんですけれども、皆さんね、ヘイストとかね、アースクウェイクとかボイズンとかレベルマックスとかの動画を私見ていく中で、あ、もうやるしかないなと思いまして、今回も14000個、キヨキヨ財閥破綻の危機ということで、まあ、アップデートに乗っかっていかないとちょっと今後生きていかないなと思いまして、ということで早速、あ、ヘイストを上げる前に呪文工場を上げなくちゃいけないと。そんなのはね、あ、待って、これね、コメント聞いたんですけど、これエリクサーで満タンにして買った方がいいよって聞いたんですけど、めんどくせえ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 、パチー懐かしい懐かしいでございます。この感じ、この感じ懐かしい。来たな、キヨキヨ来たなと。来ましたね、ゴボボベベー、来ました。懐かしい、このこのか、12000個、多分大丈夫ですよね。一番懐かしいな。いやー、本当にね、ヘイストさん、やっとお目にかかれると、お目にかかれるということでございますけど、いやいやいや、どうも、カキヨキヨです。ちょっとよくわかんないな。うん、ちょっとね、よくよく考えてくると結構これやばいんですよね。まあ、いけるだろ。1万円で足りるかっていうね、話あるんですけど、いや、行くだろ。まずね、ここでやってもしょうがない。ここでね、ここで、あ、よかった、今動画撮れてないかと思ったらびっくりした。ここで、うじうじ言っててもしょうがない。問題はここからです。やっとヘイスト作れるようになりました。こっからが勝負です。まあ、やっと皆さんと同じ土台に立てました。ね、ここで、え？マジか。ちょ、本当に足りない説あるな。いや、あ、まあ、そんなね、甘い。甘いっす、皆さん。そんなね、382個どうも、キヨゴッドです。疲れてくるんですよ、このキャラ。このキャラ疲れるんですよ。お、4万来た。ダークエリクサー買う必要がない。素晴らしい、キヨキヨ。まあ、ここはね、普通に皆さんと、普通の皆さんのプレイと一緒ですよ。私は別に特に何も、珍しいことしてないですよね。今ただ皆さんと同じようにダークエリクサーを使ってただそれだけの話でございます。まあ、ここからがちょっとね、まあまあまあ、1200個、まあ9000個ある、9000個ありますよ。皆さん甘いっすよ、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 疲れる、疲れます。このキャラ、このキャラ疲れます。いくらだ？いくらだ？ 2400円。お、そろそろね、そろそろキヨキヨエメラルド貯蔵庫が結構危うい状況になってきそうな感じはしますけれども、皆さん、私前回の動画で学びましたよ。ここでポチって買うよりも、危ない、何やってる、ここでですね、一気に買っちゃった方がお得だよというのを教わりました。5608個、大丈夫？大丈夫だよね。レベル。で、今レベル2で、大丈夫だね。大丈夫だよね。大丈夫だよね。5000円ですよ。皆さん、ダークエリクサー、197,815。5000円です。皆さん、5000円あったら何しますか？牛角行きますか？回転寿司行きますか？好きなゲームソフト買いますか？私はダークエリを選びました。3000個？3000個、大丈夫だよね。ね、本当に、本当にやばい。ガチ、キヨキヨ財閥終わるんで。
やめてください。あ、まさか全部こう買う必要なかった説。はいはいはい、まあ、ここまでは序の口でございますけれども、まあ、ここまでは序の口っすよね。まだ3000個ありますから。3000個もある。え、3000個ある。3000分の1300。こんなんね、こんなんもうね、もう小指の先っぽでポチンと押せばもうプッて完成しますからね。はーい。あ、よかった。え、あっ、あっ、